まあ有名な人はリツイートをたくさんした方がいいのかもしれない。なんかね、その特定の人を誹謗中傷したツイートをした人とリツイートした人を訴えるっていう話があるんですって。で、も外国とかね、いろんなところでもそういう実例があるようで。で リツイートっていうのは個人的には例えば問題のあるツイートを来た時にいやこれは問題があるとだけど私個人でそれを判断を行っていくか分からないだからまあいろんな人に見てもらってそれで良いか悪いかいろんな情報をね見てもらってその中でこれが正しいんじゃないかこれが適切ではないんじゃないかっていうのをなんだろうな見極めていく材料として一つその風刺画みたいなのもリツイートするのはありなのかなと個人的には思ってるんだけれども まあ、とにかく今回はリツイートした人2人がですねあ,あのなんか訴えられるような、えー、ことが起こってるんですってでこれはさその最初に言ったその有名な人はいっぱいした方がいいっていうのはなんでかっていうと有名じゃない人ね、えー、まあ僕なんかそうですけど有名ではない人はリツイートしたらいやこれは あんた、誹謗中傷したよって言って訴えられる可能性、まあ、有名じゃないからこそないんだろうけど、でも、まあ、完全にないとは言い切れないわけですよ。それで、日常狂っても、ね、困るじゃないですか。まあ、一番狂ってのはね、その誹謗中傷を受けた人なんですけど、余計に私たちが狂う必要はないと。いうことで、リツイートはしない方がいいと。危ないなんかついて書きたい時にね、思想で立てやってんな、一応リツイートってのはしない方がいいと。だけど、有名な人に関しては、例えば今回の漫画家の人に関しては、 むしろこれで名が売れちゃったんですよね、あの悪名ではあるけれども。で、悪名だから広がんない方がいいじゃんという話ではあるのだけども、多分ああいう過激な発言をする人っていうのは、過激な発言をするだけにそれを支持する人も一定数いるんですよ。みんななが言わない過激な人あの 発言ね、会見の発言ってのはみんなが言わないからこそ、その、少し、わずかしかいないわけですよ、全人口で言うと。だからこそそこにファンがつくわけですよ。その会見の発言を支持する人がね。そしたら、捕まってしまったり、訴えられてしまったら、より、いや、俺たちの、なんだろうな、の仲間がひどい目に遭ってると。だから、応援しようって気持ちになると思うんですよね。だから、一部の人からはすんごい応援されてしまう。それが、良いことが悪いことがベススとして。なので、結構パトロン的なものもつきやすいのかもしれないと思うのね。 うん、ということはやっぱりある程度、まあ、炎上商法であるのだけれども有名な人はリツイートいっぱいしてで、うん、有名じゃない人はあの危ないからリツイートはしないという方向性が、うん、一番無難なのかもしれない。